それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい。野田内閣は昨年の9月にですね、発足をし、それ以来震災からの復興、原発事故との戦い、日本経済の再生、これを最優先、そして最重要な課題として取り組んでまいりました。そして今年の初め、通常国会始まる前に第一次改造内閣を作りました。以来国会に入りまして、みんなで力を合わせて平成24年度の予算を成立をさせ、復興庁を立ち上げ、あるいは懸案でありました郵政民営化関連法を成立させ、さらには国家公務員の給与引き下げ等々、やるべきことを懸命に力を寄せてやってまいりました。そうした取り組みを進めている中で、いよいよ国会の会期も約20日を切るという大変重要な局面を迎えております。こうした中で、今国会でご審議をいただいている社会保障と税の一体改革含め、さまざまな諸懸案を前進をさせるための環境整備をするべく、今回、内閣の機能強化という視点の下で、改造を行わさせていただくこととなりました。もちろん、これまでと同様に、デフレ脱却、行政改革の取り組み等々、みんなで力を合わせて、やるべきことをやり遂げていきたいというふうに考えております。それでは、私から第二次改造内閣の閣僚を発表させていただきたいと思います。法務大臣、滝真さん。国民にとって身近な司法を実現するとともに、検察の信頼回復を図る大事な役割を担う、その大臣として、法務副大臣を繰り返し務められ、法務行政に精通をされておられます滝さんにお願いをすることといたしました。農林水産大臣、郡司彰さん。食と農林漁業の再生は、被災地だけではなく、日本全国で待ったなしの課題であります。農林水産副大臣を務め、現在は参議院の農林水産委員会の筆頭理事を務めておられる郡司さんにお願いをすることといたしました。国土交通大臣、海洋政策担当、畑雄一郎さん。大震災の教訓も踏まえ、持続可能で強靭な国土づくりを進めなければなりません。参議院の国土交通委員長も務められ、直近も国対委員長として、与野党の調整に奮闘されてきた政治経験を持つ畑さんにお願いをすることといたしました。防衛大臣、森本聡さん。改めて申し上げるまでもなく、安全保障に関する我が国の第一人者のお一人でございます。北朝鮮問題を含め、我が国を取り巻く安全保障環境が不透明となる中、我が国の平和と安全を守るために、大いに力を発揮してもらえるものと確信をしています。国民の皆様への情報発信にも万全を期してもらえると期待をしています。郵政民営化担当、内閣府金融担当特命大臣、松下忠宏さん。郵政民営化法に基づき、郵政改革はこれからが実行段階であります。金融行政も欧州危機の波及を防ぎ、被災地の二重ローン問題や国際会計基準への対応など、重要な課題が山積をしています。政権交代後、経済産業副大臣を長く務められ、震災後は福島再生や被災地復興に力を尽くされてきた長い政治経験のある松下さんにお願いをすることといたしました。以上申し上げた方々以外の閣僚は、すべて再任となります。以上が第二次改造内閣のメンバーです。本日午後5時からの認証式を経て、正式に任命される運びとなります。
初閣議は午後8時45分からを予定をしています。会期末に向けたこれからの約20日間は日本の将来を左右する大きな決断の時となると思います。これまで私は政局よりも対局をと呼びかけてまいりましたけれども、野党の垣根を越えてぜひすべての政治家の皆様にこの思いが届ければもう届いていると思いますが、そうしたことを踏まえまして今国会の中では特別委員会で一体改革の議論が行われております。長い時間をかけて法案をまとめた民主党の同志の皆様の汗、それをしっかり踏まえなければなりませんが、自民党をはじめとする野党の皆さんもこのことを正面から受け止めて今特別委員会で真摯にご議論をいただいています。建設的な議論が積み重ねられてきていると認識をしています。国会は言論の府であります。当初の立場の乗り越えて合意を導くという熟議の民主主義の実践の場であるということを国民の皆様にお示しをするためにも、国会審議のみならず自民党を中心とする野党の皆さんとの政党間の協議を改めてお願いをさせていただきたいというふうに思います。私たち政治家の決断は国民の皆様お一人お一人の考え方に大きく左右されます。厳しい財政状況の下で社会保障を持続可能なものとするためにその改革を成し遂げていかなければなりません。まだ大丈夫だと言いながら問題の先送りを続けていいのか、いつまでも子や孫の世代に付け回しをしていいのか、こうした現状を踏まえてまさにしっかりとこの国会中に結論を得なければいけないと思います。熟議を尽くした後に決断し実行をすることの政治、これを目指しておりますが、与野党を超えてみんなでそうした思いの中で結論を出していきたいと思いますし、私もこの時期にこの厳しい状況の中で内閣総理大臣を拝命したのもある種の天命だと思っています。国のためにやるべきことをやる、この覚悟以外私の心指針はございません。そうした思いで政治生命をかけると申し上げてまいりましたが、まさにこれから日々全身全霊を傾けて一日一日大事な決断をしていきたいと考えております。ぜひ良識ある国民の皆様のご理解を改めてお願い申し上げて、冒頭の私のご報告と挨拶にしたいと思います。